このメニュー。皆さん、ネロ、カオスという生き物を知っていますか？まさか10年後に、ローマ皇帝のネロを、カードキャプターさくらちゃんの声優さんに演じてもらうとは。で、このネロ、カオスとは、あの大人気同人ゲーム、月姫に出てきた中ボスキャラでしたが、なんとリメイクの際に、登場する前からヒロインのアルクエイドにぶち殺されたっぽくて、慣れ死を迎えていたのです。悲しいな。これには大人気タイガファンタジー無色転生の原作者さんもメルブラの熱心なユーザーとして、大層な喪失感に包まれていたのですが、ネロ、カオスの代替え的な、ブローブさんがズタケンさんなので、まあ実質、友人様リトライってことで、いいんじゃないかと。無色転生は名作なんだよな。で、そのネロ、カオスなんですが、2021年12月31日にて、あの大人気ゲーム FGO、くんにて、存在を確認できました。再生の扉の弟子で、フォアブロロワインさんだそうです。方向会という長屋を貸し出してくれていたようですね。なんか方向会は歴史から切り離されているそうなので、ネロ教授ことフォアブロさんも無事みたいっすよ。これはメルブラさん仙台いますかね。声優が中田ジョージさんのままか、どうかは気になるところですが、まあそこは今後明らかになることでしょう。ということで、結局ホームズは裏切らなかったし、シオンは狂うこともなく、終わりの始まりへの旅立ち。ラセングル、止まるんじゃねえぞ。